少年期や青年期についてはよく言われるけれども老年期については何となくこう言い難いっていうかあの語る人もその、ね、相手が聞いてくれるなら語るだろうけれども、はい、年取ってからの話をなんかこうやるとね、はい、やっぱりこう若者にとっては説教済みたい話に聞こえるかもしれないし。はい まあなんか、俗に言うんですけども、あのー、老人はね、自分の喋りたいことを喋るなって。それがまずい老人として好かれることの大事。はい、自分の喋りたいことを喋るなって。もう一つは、お金は気前よく使え。はい、この二つ守ってれば大体あんまり嫌われないって皆様、こんにちは。こんにちは。 本日は本村良二先生に、キケロの老年についての講義を賜りたいと思います。本村先生どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそどうも。まあ、キケロの老年についてという本、これ、岩波文庫ですとちょうどこのぐらいの、結構薄めの本でございますけれども、ね、まあ今日なぜこの講義を取るかというところなんですが、これ、まあ、詳しくはですね、また後ほどお話を深掘りしていきたいと思いますけれども、 基本的にはその登場人物の加藤がその老年が惨めなものになると思われる4つの理由というのを挙げてでそれぞれまあ反爆していっていや老年というのは非常に充実できるものなんだと説いた本なんですけどこれ現代的な問題としても非常に通じるところがあるというか驚くぐらいあれですねあの使えるといいますか非常にこう 身に覚えがあることばかりでございましてそうですね。今のは先生どのようにお感じになっていらっしゃいますかいやそれは人生100年という時代になっちゃったから、はい、まあ定年退職が65とか70とかぐらいにみんなさんなっててその後三35年とか30年ぐらい生きなきゃいけないわけですよねその時にやっぱり、あのー、老後のやっぱり心の持ち方っていうかな、はい そういうのはやっぱり普段から気をつけてないとねなかなかね<ー>その場になってあの気をつけられることじゃないんで、はい、やはりある程度まあ中年ぐらいになったら少しはこうそういう心構えっていうかな、はい、そういうものがやっぱり必要なんじゃないかなっていう、まあ、この「聞けロの本を読んでもそういうふうに感じましたけれどもね。はい いやぜひあの順次見ていきたいと思うんですがはい、はい、まずこの老年についてを語る上でこの著者のキケロですねこの人物がどのような人物かということなんですけれどもこれ手短にご紹介いただくとするとどういう方になりますかローマの歴史の中ではね、はい、大変なあのまあ,あの弁論家であり、まあ、哲学者であるそれから政治家であるというそういう人物なんですけれども、はい、ちょうどまああの カエサルと同時代でしたから、はい、カエサルより6歳ぐらい年上だったかな。とにかくそういう人物で、ところが周りにね、ポンペオスタのカエサルでもすごいそうそうたる人物がいるから、はい、まあ彼はだからあの、結局その政治家としては、まあ、本当のトップのところまではいけなかった。はい、だけど、まあ弁論家としては非常にあの、えー、弁論がうまい人ですから、それをこう成し遂げて、それから、 たくさんの、やっぱ著作を残したっていうかね。はい。それが圧倒的に知名度が高くなって。まあ、あの、紀元前一世紀っていうのは、ちょうどローマが共和制から帝政へ変わり目の大きな節目の時期ですけれどもね。あの、この、カエサルを中心に論じるか、もう、キケルを中心に論じるかで、すごくこう、姿が変わってくるんですよ。なるほど、はい。うん。で、やっぱり、 大きな要因としてはね、あの、19世紀のローマの歴史家で、テオドール・モムデンって、まあ、あの、ノーベル文学賞をもらった唯一の歴史家ですけれども、彼がですね、非常にあの、カエサルを絶賛して、キケロを酷評してるんですよね。はい。それが、やはり大きなあれで、キケロに対する評価っていうのは、あのー、特にこう、歴史家なんかはね、あんまりこう、高く評価しないってい傾向が、 多いにありますよね、ね。なんかで、ね、だからそのモムゼンがなぜそういうことを言ったのかって言ったら要するに聞け、うん、ロは政治家になりたかったけれども自分があのカエサルなんかに比べればあの、まあ、大したことないっていことが自分でも分かってるただそのために美辞礼句を要して非常にこう巧みな弁論をね書いてそれをまあみんなの前であのー 話すすとというようよなことをこやったんですけれどもむぜんはやっぱりちょっと返されにあまりにも肩入れしすぎるっていうような形でね、はい、やっぱりキケロにはキケロのやはりあの誠実さなりそういうものがあったんだっていうそういう、まあ、意見もあってほ本当にだから誠実で有能なキケロ像が一方でありそれからもむぜんや何かが言うようなですねいやあれはまあ日和主義者であって、ね その時の時法についてるんだっていうそういうううそ見方もからまあしかし我々はその、えー、書いてあるものからどれだけまあ読み取っていくかって、はいうそういう立場でやっぱりちょっと考えていきたいなっていうふうに思ってます、はい、で今そのキケロの作品がかなり数多く書いたということでございましたけれども。うんうん その中でこの「老年」についてというご本はどういう位置づけにある本になりますでしょうかやっぱりキケロはその政治的立場がちょと時々こう変わったりするもんですから、はい、カエサルはに対して本当は批判的じゃなきゃいけないはずなんです。つまりカエサルは純粋の共和制っていうものを守っていこうっていう姿勢がだんだん気約になってきててその時にや,や,あのやっぱりこう 両派の間,間にいるような、ねまあ、だから彼が非常に日和主義者だとか言われるわけですけれども、まあ、最終的にあの反対派の方にこう走っていくけれどもそれもまあ徹底しない、はい、で最終的にまたカエサルに許されるんですねカエサルはまあクレメンティアカエサーですカエサルの「の寛容」っていう言葉があるぐらいにあの敵でもこうかなり許してしまうっていうところがあって。 それで、それに許された後ね、やっぱり彼は、あの、だんだんこう、あれですよ、あの、政治的発言がやっぱりしにくくなるわけだよらそういう時にやはり、かなりこう、引退したようなね、生活をしてましたから、そして自分ももう老年になってましたから、だからこういう本うがこう出てきたてだ。から政治職がなくて、えー、まあ自分も、 老人に近づいてきて、それがこう親身に感じるようになった。はい、それでこういう作品が出てきたんだと思いますけどね。はい。そうしますと、早速この本の中身に先生入っていきたいと思うんですけれども、ね、これは大きな構成としては、スキーピオとラエリウスの二人が、ま,あ、まだ若い二人ですけれども、加藤にこの老年についで質問していくという構成になります。 で一番冒頭で、あの、掛け合いがございますけども、あとはだいたい加藤の一人語りみたいな雰囲気の、そうですね。になってきますよね。で,ねで、最初にはどういう問題設定をしているかというと、これはスキーピオの言葉としてありますのが、あなたが老年を少しも苦にしておられないように感じられることに対して、日頃簡単することをしきりなのです。大抵の老人にとっては、老年は愛おしく、エトナの火山よりも重い荷を背負っているとこぼさせるほどでありますのに。 と、まあ、こう聞くのですけれども、まあ、これに対して加藤が、難しくも何ともないことを感心してくれているようだな。自分で自分の中から良きものを残らず探し出す人には、自然の起手がもたらすものは一つとして災いと見えるわけがない。人は皆、老齢に達することを望むくせに、それが手に入る日を鳴らすというふうに言うと。うん、あるいは、例えば、ラエリウスが、いかなる方策をもってすれば、老いの道行きを最も安く耐えることができるか。 それをあなたの口からずっと早くに教えていただければこれに勝る喜びはないでしょうと。でまあ、これに対して加藤が「ライリウスよお前の言うようにそれが2人の喜びとなるのであればやってみようとも」と言ってまあ、この「ローネイツで入っていくということなんですが、うん、ここに出てくるこの加藤それかスキーピオライリウスというのはどういう人物でございましょうあのスキピオはまああの有名な大スキピオっていうのがですね、はい、ハンニバルと戦ったあのー。 スキピオですけれれども、はい、それのね、あのつまりスキピオ家に養子に行ってるんであって、はいあのー、結局スキピオの友人であったパウルスのまあ息子なんですけれども、はい、それがあのスキピオ家に養子に行って、まあ、スキピオって言ってもこの場合は小スキピオつまりハニバルを破ったスキピオは大スキピオであり。はい スキピオアフリカヌスという形になりますけれどもそれからこのこちらのスキピオは小スキピオっていうそれからまあそれに対して加藤はちょうどその大スキピオと同時代人でしてね、はい、まあ,あのお,お互いに大変な人物なんですけれども非常にこの,あの大スカトっていうのはあの立派な人物でねそれからまあローマのいろんなこう風紀やモラル、はい 社会規範というものに対して非常にこう、うん、厳しいところがあってそれでまあそういうふうにしてそれから自分ももう不正とかなんかにはほとんど手を染めないとかね片けと隙けってそういうふうにこう違うんだけれどもその中でこれ繰り広げられたその意見の交換だからかえってみんなが、うん、興味を持つっていうような話だと思いますけどね。はいまあ、そののような設定の中で、うん まあ、いかに老年というものが惨めではないかということが論じられていくわけですけれども、はいはい、一番最初にその加藤がですね、はいえー、老年が惨めなものと思われる理由として4つを挙げていくということになりますが、はい、その第1が何かというと、老年は公の活動から遠ざけるから。2> うん、で第2が老年は肉体を弱くするから。うん、で第3が老年はほとんど全ての快楽を奪い去るから。うん、で第4が 老年は死から遠く離れていないからということで、この4つっていうのはまさに今でも。そうですね A。非常にこう直面するような形なんですが、まあこれに対して、まあ加藤曰く、もしよければこれらの理由一つ一つがどの程度、またどのような意味で正当化を検討してみようではないかというふうに答えて、まあこう追記していくってことになるわけですけれど、先生はこの4つの理由をどのように。いや、これはまあ、 常識的に考えてねある意味で、はい、ごく常識的な理由だし、はい、まあ誰でもそれは多かれ少なかれ感じているっていうかねだからそれに対して実際に年を取るっていうの,あの考えたら本当にそうです少年が成年になって大人になるっていうのも初めての経験だけど、はい、大人が年を取っていくっていうのも本当は初めての経験だよね。やっぱり あの感じ方やものの考え方がいろいろあっていいんであの少年期や青年期についてはよく言われるけれども老年期については何かなんとなくこう言い難いっていうかあの語る人もそのね相手が聞いてくれるなら語るだろうけれども、はい、年取ってからの話をなんかこうやるとね、はい、やっぱりこう。 若者にとっては説教済みた話に聞こえるかもしれないし、はい、まあなんか俗に言うんですけども、あのー、老人はね、自分の喋りたいことを喋るなって、それがまず大、老人として好かれることも大事。<laughs> はい、自分の喋りたいことを喋るなって。もう一つは、お金は気前よく使えて。はい、この二つ守ってれば大体あんまり嫌われないっていう。おっしゃるとおりですね。<laughs> えー まあその典型がね、やはりしゃ、はい、喋っちゃいけないってことじゃなくて若い人たちが興味があるようなことをあるいは彼らがこう質問してきたようなことをねあの尋ねればいいんだけどもそうじゃなくてもう今自分が関心があるって言ったらやっぱりもう年取って体が痛いだろうなんてそんな話ばっかりになっていくわけだからまあ同年配で喋ってるのはいいだろうけれども。 あの若い人たちには得てしてそれがこう非常にあのうざいというかねそんな感じに感じられるのはそれは確か,に、はい、確かでしょうけれどもね。まあですからこの本の構えとしても、うん、その老年の心構えを若い2人が聞いてくれて、うん、まあそれをこう加藤が答えていくという、えー、まあその辺りで少し今の先生がおっしゃったところがこう緩和された形になっていくということになりまして。えー